これまでに入っている新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします匂いで感染した人を識別できるようになるかもしれませんイギリス政府は特別な訓練を受けた犬が人間の体内に潜む新型コロナウイルスを症状が出る前に探知する実験を始めると明らかにしました呼吸器系の疾病は体臭を変質させることが知られていて まずは匂いのサンプルを嗅ぎ分けられるのか調べます感染者の数が世界4位になりましたブラジルの保健省は新型コロナの感染者数が23万人を超えたと発表しましたこれで感染者の数はスペインとイタリアを抜き世界で4番目となりました ブラジルでは経済活動の再開を優先するボルソナの大統領と対立して、感染症対策を担当する閣僚が1ヶ月で2人も辞任するなど、政治的な混乱が続いています。経済への打撃を考慮し、制限は緩和します。インドでは3月下旬から続く全土の封鎖が今月31日までさらに延長されました。 一方で感染の封じ込めが特に必要な区域を除いて。経済活動の制限は緩和されていて。感染の拡大に歯止めがかかるのか、危ぶむ声も上がっています。不足している医療用の防護服作りに協力します。全日空は今日から医療用ガウン5万着の縫製作業の支援に乗り出しました。ガウンの腰紐をミシンで縫ったり。 袖の部分を裁断したりする作業を休日を使って無償で行います作業にあたるのは航空便の相次ぐ運休を受けて一時帰休しているパイロットや客室乗務員などで来月末まで行う予定ですその他ご覧のニュースが入ってきています最後まで見ていただきましてありがとうございますこれを機にぜひともこちらへの登録をお願いします 画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろししくお願い,いたします